いいですかじゃあそれでは今日の見言葉を開きます。「マタイの勲章7章」21節より27節までお読みします。声出してどうぞ。私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。 かの日には大勢の者が私に主を主よ,うしよう私たちは皆によって予言し皆によって悪霊を追い出し皆によって奇跡をいろいろ送なったではありませんかと言うだろうその時私はきっぱりと行為をあなたたちのことは全然知らない不法を働く者ども私から離れされそこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆 岩の上に自分の家を建てた賢い人に似てる。雨が降り、川があぶれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台の上にしていたからだよ。私のこれらの言葉を聞くだけで、行わないものは皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似てる。雨が降り、川があぶれ、風が吹いてその家を襲いかかると。 倒れてその倒れ方がひどかった雨祈りましょう。今も生きておられる主なる神様、主は永遠の昔から永遠の未来の終わりなく続く全ての世界までを統治計画に基づいて 約束の中で収めておられることが、皆に確認できるような信仰生活がきちんとできますように、今日も主の統治法則を信仰によって受け入れて、絶対に主の皆を呼びながらも、倒れていくような、滅びていくようなことはありませんよ。 ひとりひとりを聖霊の力を注いで導いてください礼拝の時たんびに主の御声を聞き分け聞きたがう信仰がさらに前進できて日々成長を重ねることができますようひとりひとりを助けてください自分なりの信仰から今すぐ離れることができるように正しい知識と力を 必要なだけ求める者どもに満たしてくださいイエスキートの皆でお祈り申し上げますアーメンハレルヤああ今日の説教を皆さんが万が一理解できない人がいれば理解できるまで祈りこのような話は理解できないと 主の皆を呼びながらも倒れててき滅んでいってしまいます、うん、今日イエス様の説教が基準になって我々の信仰生活の基準になるべきなんだけども実際今日,今日今日にこういうス様の教えが基準になってない人の勝手な解釈が基準になって 主の皆を読んでいる多くの人々を倒してしまう。絶対あってはならないことが頻繁に起きているしその時断びに多くの人々が気づかい気づきもしないで滅びていく。主イエスが今日ずばりおっしゃいました「主の皆を読んだからといってみんな神の国に入るわけではない」と。 奇跡を行った人々一生主の霊の力を頂い,いて奇跡を行ってまるで誰よりも強く誰よりも模範的に認められていて立っていると思う人々すらをもス様が陸代の後に御国に入ろうとした時に私はあなたを全然知らないと私から離れ去れとこういう話を聞いてもこれが 救いに至るというふうに教えている今日、今日、今日に、ス様の話から連れていながら、それが救いに至る教えだと。皆さん、子供も騙されちゃいけない話を、ジョダイルを教える牧師たちは騙されています。約1年、10年前、天に召された、 カナダ人の宣教師ピーター・ベランという宣教師がうちの教会の伝道師を務めていましたが彼は信仰歴から言うと私の3倍ぐらい信仰歴が長い私の親父ぐらいの年齢の方でして日本にカトリックの宣教師として来ましてカトリックの矛盾を悟ってから宣教師を辞めてカトリックから出てくる。 リーダーを得るために日本人の奥さんと結婚して日本でも40年間その当時もう20年前会った時に住んでましたこの方は下辺と呼ばれていて選挙士として日本に来たんだけどもカトリックの教会で日本に来たんですよカトリックを出てからもあちこちの教会を に使いながら一般信者のような勤めをしもべって呼ばれた勤めを果たさずに一般信者のような信仰生活をしてまいました。今から22年ぐらい前に21年前だちょうど上野の公園に 来た時に集会をやってるうちの教会の賛美の歌声に心惹かれて近づいてきてその時からうちの教会にちょうどようになったんです見た目では誰よりも経験な信仰生活してました神をすごい心が愛してるいつも神に神を考える神をずっと思い続けるような もう信仰生活が優先になっているかのように見えていたし世に強欲的に走るようなことは全然見かけることもできないような見た目では軽いなクリスチャンだった彼がしもべと呼ばれて一生一般死んだとして人生が終わってしまえば大変だという感動がありまして何も問わずに 伝道神のしもべとして任命しもべの,の仕事をしてから神の国に行く準備をした方がいいと思って伝道師に任命しました公園で説教もしたりしながらまあ期間が経ちましてうちに来てから約10年ぐらい経った時にそれまでもあった病気がさらに年とともに。 ひどくなって心情投石を始めたんですあの稲毛の祖父の先の稲毛市に住んでいたからそこの市立病院に入院してまして私が週1回ぐらい見舞いに行って話をいろいろ話をしたり祈ってあげたりしながら。 一番決定的に祈ったのは、主に示されて、罪からの解放、罪の悔いためそれで救いに至る信仰の完成のための準備、こういう祈りが続きました。とうとう、さらに時間が経ちまして、教会に自分の足で、日曜日も来ることができなくなった時には、もう、 最後の準備をしなないないないいいとけような状況になりました最後まで私が取りなして祈ったのは罪を悔いあためて必ずいつこの世を去っても神の国に移されるようにそればっかり祈ったんですよある日の夜木曜日だったんですが出て起きてた時にワンカットの夢が与えられましたピータータ伝道師が 当時80近くなっていたんだけどももう30歳ぐらいの若い青年として現れてイタリアのにボデルさんよりももっとかっこよい姿でポンと私の目の前に現れましたすごい若々しくて肩甲骨そうでかっこよかったのもういつも花がこれぐらい高くてね <laughs> いつもハンサムだったんだけども夢の中では比べ物になろほともっともっとハンサムだったポンと目の前に現れた彼がもう全ての病気が治りましたと言ってましたそれで私がよかったんですねじゃあ全部病気が治ったならばあとは教会に一生懸命来るべきですねと言ったらいいえ 全部教会が治ったのに、なんで教会行き、ま、病気が治ったのに、なんで教会行きますか。全部病気が治ったから、もう教会来ることはありませんと、そう言いました。それで夢は終わった。次の朝祈りながらいろいろ考えながら祈っていたら、主が 全部病気が癒されて健康になったならば教会に来るべきなのに何で主よ来なくもう治ったから来ることがないと夢の中でピーター・テント氏は言ってますかと祈りましたら彼が治ったと言ってるその病気は陸大の病気じゃない。今陸大の病気で入院しているんだけど陸大の病気が治ったならば入院退院して教会に来るべきでしょ。 でも夢で示された病気とは陸大的な病気陸の病気じゃない。霊的な病気、すなわちイコール罪の問題ですよ。霊的な病気、罪の問題が全部癒され解決できたならば、教会に一度ごとない。神の国に行く罪ができたことだから、家に行くの、家に。その家とは永遠なる家であることを、神の国の家であることを信じる人は、アーメンと教えたに。 なるほど私たちにはこの体とともにいずれはすられていき壊れていくこの世の家もあるんだけど神の国に永遠に永遠に住みつぶそれで二度と壊れない本当の家が神の国にあること信じますかじゃあ このワンカットの夢とそのピーター伝道の信仰生活と彼が世を去るまで私が祈った祈りのテーマが関連性が深いのすごい密接な関係を持っていて欠かせない信仰生活において何よりも重要な要素になっている部分なんですよ。 全ての霊的な病気、罪が許されて罪から離れて聖なるものの状態になることが命の救いに至る条件です。それまで信仰歴が私の3倍ぐらいであっても罪の中にとどまっていると救いにはい、至ることはありません。シュイエスの今日の話はキリト教の教理の中で一番重要な 根拠となる。必ずこれに基づいて判断しないといけないような、救われるためにはどうすればいいかということをはっきりと分かりやすく教えておられる。イエス様が地下に説教しておられます。ハレルヤ。これは三上の教えと言ってますけれども、三上での説教ですよ。イエス様の説教。ハレルヤ。これを基準にしないで、世にいる多くの人々の考え方を基準にして、 勝手に解釈して聖書を、聖書にもない話で救いの基準を勝手決めしているような今の世の中の教会の教理はいかに虚しいものであるか。本当に信仰は人生、永遠なる人生をかけてまともに求めるべきなのに、基準が連れているとどうなるでしょうか。ハレルヤ。 主の皆を呼ぶ者がみんな天の御国にる入るわけではないとイエス様がおっしゃってます。神の父なる神の御心を行う者だけが神の国に入る。たとえ主の皆を呼びながら奇跡を行ったり悪霊を追い出したり病気を癒したりこういう聖霊様が共にされないと誰も行うことはできないような。 奇跡を死ぬまで行ったとしましても、それが天に行く条件にはならないと。罪から離れているのが天に行く条件なんです。これを理解、なんで理解できないでしょうこれを。人々は自分に聖いれる働きを伴うと、自分が罪から離れているからだと思うんです。これが勘違いです。 罪があっても精霊は働きかけられますなんで助けるためによ次の段階に行くために,よために力を与え助け神が生きておられることを示しておりいろんな意味で助けるために罪があっても一定した部分では働くんですしかしそれが主が共にされたから奇跡が起きたから救いに至る条件ではないと。 金持ちだから、個体満足だから、奇跡は伴うから、信仰歴は長いから、こんなのは救いの条件にはなりませんよ。ちょうど去年の5月から天道し、信仰を受け入れ、イエス様を受け入れて、ちょうど1年になる、昨のおとといの夜7時回った時に天に召された戸高一郎さん。 戸高弘和君ちょっと手を挙げて立ち上がってもいいのハンサムだから皆に顔を見せないと覚えてもらって立ってああ和ですな、はあ、れるやで君はここに座ってるのお父さんの葬式に行かずにあさってか 火曜日いやこの広川君のお父さんの一郎さんのが今もうちょうど1年がちょうど1年去年の5月に私が広川と一緒にいてイエス様を伝えて不審の罪を悔い当たりに導きス様を伝えて。 イエス様を受け入れる信仰告白の祈りを導いてあげた後、8月くらいまで何度も見舞いに行っていろいろス様の話したり祈ってあげたりしましたしかしある時点からコロナがその病院がコロナのことで面会が再生されて行けなくなりそうこうしてるうちに祈りはほぼ毎日やってましたけども。 未満にはいこうとは適度に一年が経ってしまったんです先々週もうあと残りが少ないから4名、えー、面会来てもいいという風になりまして面会に行きましたそしたら最後のコースに導かれていました ひたすら去年、イエス様をに導くときから今まで一年間の間に彼のためにしてあげたのは罪の認識。何が罪であるか。うん、罪への認識がないと悔やとめできないから。こういうのが罪だと、と、途え。で、そういう罪が自分にあれば悔やとめのように教え。最後にも言って、 罪から離れて救いに至るようにとずっと取り出して祈ってあげます先々週一回行って先週木曜日もう一度行こうとした時に車がなくて行く道が止められたんですよあ,あ、だから主が導かないから何かわけあるんだろうと思って祈りまして 次の日の金曜日に上野公園の集会所に私は抜けて見舞いに行ってこようかなそれが見送るならばそう導いておかいと開いておかいと祈ったんですそしたら金曜日の朝上野公園に行ってまだ別行ってちょっと御徒町に用があってサムにと車で御徒町に向かって行ったら総伝都市から電話が入りまして今戸高く君が公園に来てるんだけども お父さんから朝から息ができないほど既読状態になっていると。なのに戸高は教員に行かずにまず教会に来てしまったと。神の指示を受けてから動くためだと。はれれり瞬間感心しました。しかしだから教会に来たんだけどもお父さんは既読だからと言っていたからどうすればいいか指示を受けたいと思ってまず教会に来たと。いや飛んでいけと。教員にに早くく飛んでいくように いなさいと言ってそのまま運転して御徒町に向かおうとした20秒30秒もたったのうちに目の前にパトカーがいく何台もあって御徒町に行く道が23年ぶりに初めて封鎖されてました迂回いの道に案内される瞬間私が「さとさんああそういえば昨日祈ったんじゃないか今日集会やってる時に私は抜けて病院に行くと祈った見心ならば」。 主がおち町に行く道まで封ンして私が誘担して教員に行くように導かれたのもう230秒の間ですぐ悟ったのそしてまだ送電の年に電話して「おい戸高まだいるの?」って言ったら「います」と「いや止めておけ私一緒に行くから待っていろ」それで戸高拾って公園で一緒に公園に向かいましたその時から劇的に主が働くのが見えてきました なるほど昨日木曜日行ったならば戸高が子供が新婚見せるチャンスがない私は一方的に行ってきた来るだけでしょしかし金曜日になって木曜日に行くのを止められた人が金曜日になって既読状態のお知らせをお母さんから電話を受けていながらも病院に親父のところに駆けつけないで。 まず主の見送怒るをうかうために教会に駆けつけたのこれを主が見ておられたのこれを根拠に本人はもう寝たきりで意識がなくて本人が信仰を示せようもないのだから取りなしてが絶対的に必要な時に主が見ておられるのは子供の広ろかずの信仰です広ろかずが通夜や私たちも祈ったんだけども子供のように切に祈ったのはまあ他にもいるでしょうと いると認めますけれども彼は本当にお父さんのためになんと熱い心で切なる思いで祈ったでしょうかねそれはもう主が覚えておられるから彼の真実な信仰を見てから主が最終決定をする段階に入ったということはもう目に見えてきましたそして「いや君私はこの運転しながら顎を撫でながらおお君よかったよ今日」 君の今日の行動信仰による行いが主に認められた主に喜ばれたんだこれを見て主が後働くんだもう一度顔見てあげなさいよハンサムでしょういやーこの子が下手すればこれで親父の生きてる顔すら見る,見ることも臨場を見ることもできないまま教会に向かっている間に死んでしまったろう なのに、この子は、まず、絶対的に、主の御心る通りに動くために、教会にかけてきた。それから、牧師が、祈った通りに、金曜集会中に私は病院に見送らったのに、いくらバカでも牧師が、おかち町に行く道が封鎖されているのに、それを車で越えることはできないでしょ右折するしかない。迂回するしかない。 かす分かったああ祈りが答えられた。主の導きだと確信してトタカと博一と病院に行きました。今主が導いておられるのが見えるじゃないの見えなくても信じますように。主はこのように信仰を見てから働くの。ハレルや。ですから取りなしでの取りなしがいくら大事なのか、一人の人間の運命がかかってます。本人は去年の5月から 今年の9月まで自分のために何にもできない知識もなければ力もなければ心もないのを神み出してそれを一からお教えて植え付けて食い改めに導いて最後の最後まで本人だいて鳥なしの私たちの祈りによって主が彼をまるで過去に入れて子供を運ぶかのような感じで彼をゼミから離れる1年間の戸高一郎さんの 霊的な流れは一から肉体を去るまで罪の悔や罪を悔やために導く過程でしたよ。そして罪が完全に許される瞬間にしかし天の御家の隠してはったんだけどもそれがその金曜日の金曜日病院に連てったら通2時回ってました。ほれで祈ってすぐ帰ってきたんだけども夜の祈祷会終わった時に これを明かして6時半に祈祷会終わったのに7時半頃に天に召されましたよ。最後まで私田八の鳥なしの祈りの中で戸高一郎という一人の日本人がイエス様に立ち返って罪から離れて誠意なる者に生まれ変わって天の御国に召されるこの一部始終の過程は全て罪からの解放。 生まれ変わって聖なるものになる聖火の聖なるものになる聖火の期間でしたよ。ハレルヤ。本人の行いはほとんどない。寝たきりの状態で祈りはしたはずですけども、これこそ神の恵みの中で我々が導かれるのは確かなんだけども、罪があるままではいくら恵みであっても救うことはできない。恵みの中で導かれるときに、罪からは 出ていく悔やためは我々の分ですアメできますかピーター伝道師が60年間信仰生活をしたその最後の肉体を割る最後までずっと導いたのは悔やための祈りそれでから病気が全部治ったそれから全部通された瞬間に 彼が天に行く罪ができたからもう教会に来ることない。教会は霊的な病気、罪を癒してくれるどこだからよ。その罪が全部なくなればもう教会、病院に来ることないでしょ病院に行くのは患者さんです。よ教会に来るのは罪人です。よ罪がない人は次の段階へ行くべきだ。もっと素晴らしい、さらに素晴らしい、超素晴らしい神の国の家。それが我々が罪から解放されてから行く。すべての痛み、苦しみから解放されてから行く。 神の天国を新しい都エルサレムになるはずの大山の天楽園であることそれが今度は下ってくるんですよハレルヤそれは下ってくる時にはまた再会するよその時には喜びの涙を流しながら広く風に頭下げてくれるでしょうお前のおかげで私はここに来てるんだと 私たちには、主に結ばれているものには永遠なるお別れがなく、しばらくの間別れていて、ついには永遠に再会して、二度とお別れのない神の国で生きていくことになることを信じる日だけ、アーメンと握イをス様に送って、神の御国に永遠なる人生の最大の目標を置いて、今日も明日もただの一歩もつれなく生きることができますように、イエスキトの皆で祝福いたします。ハレルヤー。 もう神様が普段な何もない時には見えない。信じるものも信じないものもどっちもどっちに見える。逆に信じない方がもっと派手に見える。そして信仰がない人はそっちを憧れると見るんだけども何かいざとなって起きた時には神の働きが見える人とそれは見えない人と。神の劇的な働きは目の前で起きる。彼が、牧師が帰ってきてからも 親父が召されるまで何度も何度もせいでが働いておられるとは確認ができたと言ったでしょう嘘だったの嘘本当本当に何度も何度も祈りながらそれが確認ができたと皆さん神の国を受け継ぐまで親父にいろいろと尽くした これよよりり大きな親孝行はは世にはありませんよ両親が救われずに火の中に投げ込まれていくことやそうなっていることを分かっている人々は一生心の痛みになりますしかしけれども家族が天に召されたことが確認できた人々は思い出すだけでも喜びあふれる私はうちのおふくろやお,おやじが天に召された後にもうは おもうかった重荷がもう軽くなってよハレルヤですレルヤもう安心してます信仰のない親父が生きてる時には、はあ、いつも心の片隅にはもう深い痛みがありましたこの観光を登うすればいいのかしかし祈りに祈り祈りに祈り祈りに祈ったら夢の中で主が見せてはった後の親父が天に向かって「ハレルヤー!」 神様を叫んでる姿を見せてくださりうちの親父もあの観光な人も91歳で天に召されるハレルヤだからね葬式お葬式の時にいて私は言ったの今こっち見ているだろう嬉しいだろうん、観光な親父なんで生きてた時はそんな堅くなやめないで うこと聞かなかなったの今は私よりも喜んでるはずなのに私はくでくで言ったんですよ聞いてるだろうって言いながら皆さん神の国が見えますか神の国が見えます見えるはずはないでしょ見えないから信じる見えないから信じるんだけども信仰によって神に従っていくと結果は見えてくるのそれで神の国があることが 確認できますアーメンもう木曜日の車がなくなって行けなくなった時点から金曜日の夜の7時半までは、うん、広風君の人生も私の人生においても教会的にも共に祈った人たちが神様が決起的にいざとなったら働いてくれるか見え,てくる見えてきたでしょこれでも信じない。人は信じない。これでも自分なりに切るは自分なりに切る。 最後までやったのは1年間寝たきりの状態で召された人も救われた人も60年間地上あちこち行きながら信仰生活をした神のしもべも最後の最後まで一番重点を置いて熱く間違いなくこれだけはと思って祈り求めて伝えたり取り出したりしたのはジェミから完全に離れるように悔い改たりが完全にできるように。 それを重んじて祈りましたよ奇跡を行いまるでイエス様の代わりが現れたかのような奇不思的な奇跡を行っても中に何かの罪を犯したまま悔やためないと神の国でイエス様の目にそれが救いに至る神の子供の姿として映らないただからあなたは誰なのか離れされとただの罪人にしか見えないからよ。 今日の見言葉は何度も何度も読みながら、口さみながら、絶対に吟味すべきですよ。もしかして自分は立ってると思いながら、本当はこのまま死んだら危なくないのかという。罪は残ってるまま何か起きると大変ですよ。皆さんは健康なまま、ん長生きして、死ぬ時も安らかに死んでいくような、夢を見てるでしょう、夢を。 夢から目を覚ましたほうがいいの。そして、安らかな中で、平和の中で何もないかのように、罪もないかのように、うん、猫かぶって、信仰生活してあげこう、気がついったのは、火の中に投げ込まれる運命になんだったらどうするんですか、どうするんですかどうするんですか潜伏している罪も見えないまま、一生元気だと思って、勝利していると思って、 勘違いの中を生きて地獄に向かっていくんだったらどうするんですかイエス様のこういう言葉を打ち消さない限りは我々は目を覚まさないといけないの何が罪であるかをはっきりと悟らないといけないの罪は主の皆ミナを呼ぶから罪から離れたと思っちゃいけませんよ。アメン自分ンナリシュミナを呼びながらも自分なりの基準で生きるのは全部罪であります。 아멘. 저 미요 간단히 알기 쉽게 설명을 도 신음이라오 욥이 나가라모. 지분노 기준대 있기로 와점이다. それは不法다. 나제 난데쇼? 와타치가 예수의것도 카미노것도 슈다또 카미다또 오사마다또 そう 思っ테 욘델데쇼? よびはじめたでし 아멘. ならば 全ての主権も統治計画も自分であるうで主にあることを認めたということなの。主は人気応援できる気分感情によって治める方なくて永遠に変わらぬ統治計画によって全ての世界を治めておられる王であり神であり主であります。なのに主の皆を呼びながらも自分が主であるかのように全部勝手決め。 自分の基準で決めていく信仰の形も。じゃあ、また、ス様が主になってない。自分が主なの。主の皆を呼びながらも、自分の人生の決定権はまだ自分にあるの。ですから、自分がまだ主の座に立っている状態だから、それがいかなる神の前での大敵者のような不法であるかを悟るべきだ。ペトロが神の心も分かんないまま喋ったら、主がサタンを引き下がれ。この意味が見えないのはクリシャンですか こういう意味が見えないのはクリシャンになれないよ。クリシャンは主なる神、イエス人に従って生きるものはクリシャンです。でもイエスの言葉に反抗しながらそんなことあっていきませんよと自分の肉の気分かと思いで語る人は大敵者のとサタンと一緒だと。サタンと一緒だと。また16の23を信じる開け。アーメンとお医者様に送って。イエス様を信じる瞬間から 自分の人生の決定権出権を主イエスに渡してあとは従っていく従順していくのがクリスャンの信仰の始まりであり終わりであるべきだこんな明確な種の教えが何で色あせて人々の勝手な基準にまで引き下ろされていてそこで満足しているのかこれはどの勘違いがどこでありますか今日救いに至らないと主はズばり 語られた人々がどんな人々主の皆を呼びながらも、準が自分にあってもいいと思う人々。不法。神に従わない不法があっても、罪だと認めない人々。これは天に入れないの。でも、今日の人々は、奇跡まで行った人々だから、それが奇跡が伴わない人,伴わない人々よりは、うんと神に近い人なの。 これは忘れてらりませんよ。誰にでも奇跡が伴うわけではありませんよ。奇跡が伴うまでの信仰もさらにです。これ相当神を求めて罪を悔い止めて相当信仰によって求めないと奇跡なんかは伴いはしませんよ。たまに味見はできるかもしれませんが、ずっとそういうのをやってきたというのは、継続的に奇跡が伴ったということは、ほとんどの人よりは信仰が神様に近くにある。 人々でありますよそれでも罪があるとしがたがない。あめこれは法則なんだ。神の国には影もなく罪もなく滅びもなく疲れもないの。罪と関わる一切一切のものが神の国には許されない国なの。罪というものに汚れというものに絶対侵されない神聖な世界ですよ。そこに入る条件は誠意なるものになることだ。 私が自分なりに行きたいところへやりたいことを勝手に決めていって生きているときに、そのそれぞれの方角に向かって迷い出た羊のように生きたその罪がイエス様を十字架につけた罪だと。イジャー賞53の6節がイエス様が十字架にかけられた理由なの。その罪を認めて悔れてますと、だからイエス様を信じますを従っていきますと言ってからもその罪にとどまって出てこないのは、 これ何ですかイエス様が十字架にかかって死んでおったことで従わない人の罪まで許されてると勘違いですよ許さってませんよああ見てきますならば信じない人も救うべきだ罪ある人も手に入れるべきでしょうそんな約束は聖書の得にもありませんよ罪ある者が手に入るという約束は聖書の1ページから最後のページまでただの1箇所もそよ とと流したこもないのそれは一切ありませんそういう記録は皆さん聖書を読んでますか読んでますなんで初めての話のように聖書を読んでますじゃあ聖書を信じてますか趣味で漫画の代わりに読んでますか読んでるならば信じるべきですよ信じるならばその通りに従うべきですよ 従ってなければ罪だと認めて悔やさめるわけです。雨ですか。ハレルヤ。私がある人に、神に背いて従わずに生きるある人に向かって、こういうことをつい1、2か月前に、こういうことを言ってました。このままだただ、このままある日死んだらもう終わりだから、どう日。 死なずに生きていてくれ名前言えば分かる人です皆さんがその人に私こう言いますよ「どうか死なずに生きていてくれ」意味が見えなかっだなどうか死なずに生きていてくれ何を意味しますこの罪を持ったまま死ぬと思う終われたからよどうか生きて生きてくれ死なずに生きていてくれ 死なずに生きていれば罪の悔やためができるチャンスもあるからよただこのまま死んだ生いけないじゃないですみんな死に隣に言うか自分に言うか勝手にどうかこのまま死なずに生きていてくれどうなるまで罪の生産ができるまで生になるものに生まれ変わるまで このまま死んじゃ終わります、終わりですよ。人は一度生まれてそのまま死んだら地獄ですよ。イエスの皆を信じてパプテンサを受けて、さらに聖霊の力まで受けて、罪から離れて生まれ変わらないと、天の御国に入れないと、ヨアネさんの古説でイエス様がまた、イスラエルの指導者に、また、イスラエルのラビに、そう、教えてます。いや、さらにイスラエルの最高指導者たちに、 に向かってこのサタンマムシの子らよあなた方がどうして神の裁きを逃れるだろうと誰があんた方に教えたことがあるのか私イエス様はそう教えたことないのに罪があるまま悔や改みないとサタンの子のままと同じ状況で地獄の裁きを受けるしかないとイエス様がイスラエルの指導者たちに警告しました何を罪を悔やめて,みて聖なる者に立ち返れという 指導,者指導者たちが分かってないの自分の罪も見えない鏡,鏡に顔を映して見ながらも汚れがどこについてるのも分からないような目が見えない盲目な人々だと主はおっしゃったんですよ目がない人は聞こえないし耳,、うん、耳がない人は聞こえないし目がない人は見えないと耳があっても聞こえないし目があっても聞、うん、何何これ耳があっても聞こえないし目があっても見えない者どもよそのかくな心を砕かずに どうして神の国を受け継ぐだろうと思っているんだろうか指導者たちに向かっての警告はまずイエス様から2,000年前から警告されても今も同じ状況は続いています。ルカの13の4から6節の間にはシラムの塔が倒れてある日18名が下敷きになって死亡してしまう事件が起きた時に主イエスがエルサルムの人々に向かってこう警告なさったんですよ。 あなた方はあの白ムの塔に惹かれて死んだ18名だけが悪人、罪人,人だと思っているのか彼らのがあんた方の罪が深いからあの世に悲惨なとんでもない死に方をしたと思うのか違うよあなた方も悔い改めなければあの世になるエルサルムの人々も神の民も悔い改めなければ 違法人たちが倒れていくのと同じくその倒れ方がひどく悲惨に倒れていくその時に神であるイエスは彼らを守ろうとも救おうともできないという言葉であろうと信じたいと思う人だけアーメンとをひだ様に送りました信仰生活の全過程家庭は罪から離れて聖なるものになる聖火の家庭であり それが地上に肉体を持って生きる間に解決すべき問題であることを信じるべきですよ。信じると信じると言ったら何か天の御国に入ってるかのようなそんなことがありませんよ。信じればと言った時の信じればは神に従う罪から離れたことを意味する信じればですよ。勝手に生きながら信じれば救われることは聖書のとこにも約束はありません。 勝手に生きるのは空贈腐敗、貪欲ですよ。許されてないことをやるのは貪欲。貪欲の罪は空贈腐敗にひどしいと。何が貪欲だ分かりやく説明してくださる聖書の歌詞は、民主的中一の34節です。イスラエル民族が40年間荒れのでは、天から降ってくるマナーばっかりが食料でした。それが神様から許された食料なの。 でもイスラエル民族はマナーだけに満足できずに奇跡の中を朝昼晩生きながらも奇跡の中を彼らは40年間アレルにいた人々よりエジプトから救い出された人々より神の奇跡を40年間長い間夜も昼もなくずっと継続的に奇跡の中を生きた民は一人もこの世に今までないの吟味してみた方がいいです。 しかしけれども彼らは陸の森から朝陽からチェミからは離れなかったんですよ。奇跡の中にいながらも、奇跡を体験するのが救いの条件ではないことが分かりますかアーメンですか彼らは、マナしか許されてないのに、マナ以外の野菜を、ニンニクを、お肉を求めて、許されてないものを求めた。 それで神様から討たれて死んだ人が出てきた時に彼らのお墓を貪欲だと名付けたんですよ。そのなぜ貪欲だとかもう許されてないものを求めた罪だという。この際3の小説によると貪欲は空上崇拝にひどしいと説明してます親切にも。みんな一緒に許さ,許されてないものを求めるのが 돈욕의로미다돈욕의로 채미와 구조 사회로 채미도 온나지다. 아멘です.こんな히 명확히 뭐가 채미다를까, 뭐가 스킬이 다루 신고다를까, 주가 오해도 하대 니다自分なりの基準で生き는のは早く 채미다 또돈 욕구로 미다또 구조 사회니 히도시 채미다 또 믿음에 때 구해야 됨때 손가락 뗄때 코나이 또 出てこないまま突然特化で元気なまま死んだら救いには至らずに終わってしまうってこと忘れることはありますありませんよだから私がある罪を犯していながら出てこない人に白宮で警告したのどうかこのまま死なずに生きていてくれなんでよこのまま死んだら終わりだからよ悔やてもチャンスもありませんからあめできます どうか私が頼んだのかわいそうだから、どうかこのまま死なずに生きていてくれ。今の罪を早く悔やってみたあとにじゃないと死んじゃいけないからよ。ハレルヤこれだけはっきりと書いてあるし、はっきりと語っている言葉が、見えも聞きもしない人々は、夜も寝ちゃなりませんよ、寝る資格はありません。 寝る暇ありませんよこういう意味が見えるまで胸を打ちながら泣くべきですよ。にう頑張るべきですヨハネ16の8節によると「主の精霊が世に来ないと主の精霊が世の人々が何が罪であるかも分かんないし何が神の見心で木であるかも分かんないし」。 その裁きの厳しさがどれほど恐ろしいものだかも全くわかんないから、主の精霊が世に来て、それを世の人々、そして世,世にいて間違っている人信仰の持ち主たちの、その過ちを明らかにしてこだるために、主の精霊が来ないといけないという理由を説明しています、イエス様が。イエス様が天に召される代わりに復活して、 ご自分の精霊を世に送る理由は世にいるクリチャンたちが信じる者どもが神の人々が主の皆を呼びながらも何が罪あるか何が見心であるか裁きはどんなものだるか間違って判断して分かってないからよ精霊が来るとそれを明らかに教えてくださるために精霊が来るんだとこれはヨハネ16の八節の言葉です なぜイエス様が世にいらしたときに世に憎まれて殺されてしまうようになるのか、主が、主エスがこうおっしゃったの、ヨハネ7の7節で、世の人々がやってることは悪い悪い罪だから、悔やためないといけないと、イエス様が罪をしてきて悔やためを教えたから、世の人々がイエス様を憎んだと。ハレルヤ。世に憎まれても、罪を警戒する。 本物の神の人になりまして神の国では喜ばれる子供となりますように「イエスキトの皆で祝福いたします。「アーメン世は終わりに近づけば近づくほど罪と妥協し罪を愛し世を愛しイエス様と神の言葉はおろそかにしてしまう稽古が強くなります。 選択は自由でしょうけども、選択した結果は自分で終わねばなりませんよ。ハレルア、また生きていてよかったなんでよかった世に走るチャンスがあるからって、罪を悔やためるチャンスがあるからよかった。これがイエスキーとの教えなんですよ。アメです。 世に教会だと名乗るならクリスチャンだと名乗るなら自分の罪を探し出して悔やてみようとしない人々そういう教会人に罪の悔やみを伝えない教えない警戒警告しない教会やクリスチャンがあるとすれば聖書的に言うと違法人ノンクリスチャンと同じです。 神の目には不法者としてます。神の国に入る趣味がまだできていない状態なんです。安らかに苦しまずにある日死んでいかれたら二度とチャンスがありません。日本にはセカンドにもチャンスがあるという人々が人気を集めているという話を聞いたことがあるんだけどもああいう話は簡単に広がるの。それを邪魔するサタンはないからよ。 セカンンドにはチャンスがないんですよ。今の体肉体があなたの最後のチャンスであることを信じまして今の体に生きあるうちに全ての罪を生産してから体を去らないと神の国は到来しません誰にでも牧師たちも一緒しかしただ一回も教会に来たことがなくても 表彰でイエスを受け入れて、表彰で用ってた、戸高一郎さんのような人でも、罪ェミから離れる悔改めができたときに、神の国を受け継ぐことができたんですよ。よ60年間地上を歩き回りながら、クリチャンなのってっても、罪ェミ持ったままでは神の国に入れないと、最後まで罪ェミの生産をしてから、ピーターでの死もやっと準備ができて、 教会も来なくてもいい。なんで、もっと素晴らしい家に行くからと。その夢を見た木曜日の、それは木曜日朝起きた時の話。3日後、日曜日の朝、いきなり電話したくなりました。聖霊の感動があって。日曜日の朝、私が皆さんの家に電話することはほとんどない。ほとんどないけども、 礼拝の準備でしょだからほとんど電話しないんだけどもいきなり電話したくなって電話したらベールが長くなっても出,出る出ないのだからちょっとおかしいなと夢があったから思ったのそしたら長くベールが鳴った後にベールにあー電話に出た人がちょうど娘のちょうどが電話に出まして「ああボクそれとも 今牧師のところへ電話しようとしてたところです父は30分前30分前に父がイエス様のところへ召されましたああそうかっかりなくて神の導きに感動しまして私が瞬間凍ったのああそうか3日前のあの夢がこれだ今日いきなり電話したくなったのこの このためか。全部主が。体は自分のものだけども、動かしている主体はイエス様の精霊で。私は自分の主人によって動かされているの、操られているの。そしたら人を罪から離れるように、それが救いに至る道であろうと、主の精霊がずっと導いて,いて、いあの井戸もこの井戸も、60年間進行歴がある人も、 表彰でイエスを受けるれいても、流れは一緒。罪から放れて聖なるものになる。これは救いの条件である。急いで生産をしないと、健康なものがある日突然死んだら困るから、表彰についててもいいから、自分を顧みて、罪を清算する時間をたっぷり持たせていただくのが幸いだろうと、はっきり悟って信じます。信じますように、イエ家賃との皆で祝福いたします。 ハルリア神との皆さん神様が見えないから何もされないというふうに思っちゃいけない。見えないところで国々の王を立てたりタイトルを立てたり時には悪いものを時には善良なものを立ててご自分の民を 畑を耕す農夫のように、チャリ、茨は取り除き、よき土地になるように耕してから、主の言葉ば種をまく時に、30倍、60倍、100倍の実が結ばれますように、畑を耕して、種をまきたいと思いながらも、チャリはそのまま、硬い土地はそのまま、棘のある茨もそのまま放置していると、 種をまいてもそこからただ一つの生産もできのなくなる。こういう例えが全部世にいる人々が罪を砕いて、片蔵を砕いて、罪を悔い改ててそこから出てきて、神の御心に従う信仰に立ち返ることを悟して警戒するために比喩として用いられた表現なんですよ。畑の産物の話はありませんよ。 身を結ぶ枝はさらに手入れをされて、さらに豊かな身が結ぶようにどんどん低福する。不動園の話じゃありませんよ。信じる者どものどうすれば低くするか、どうすれば切り取ってしまうか。こういう話を聖書はして,してます。まず警戒すべきなのは、自分の基準で生きる。空洞崇拝のような信仰。 絶対皆さんそ,のそういう信仰を持ったままある日安らかに苦しまずに死んでいくとそれが呪いですよ。病気なだけでも波乱万丈が起きるさだ中でも自分を顧みて罪を徹底的に絞り出して悔やためて罪から徹底いくために死になって努力するのが一番幸いな自分を完全に安全なものにする。 確実に命の救いに向かって走っていく最高の道であることを信じますように。主イエスの皆で祝福いたします。イエス様が十字架にかかることで私たちの罪は全て許されました。こういう説教すれば皆がアーメンというのを罪の中にいる人々、神の人として生きたくない人々はこういう説教にアーメンとする。 こういう説教はサタンのラッパーを吹くのと一緒なんですよ。イエス様が十字架につけられて知識を流したから死んで終わったから全ての人々の罪が許されたんではありませんよ。それでも全ての人々はまだ罪の中にいます。悔い改める人は悔い改める人は自分の努力力じゃなくてイエス様の十字架で死んで終わったらよって救いに至る道が約束されただけなの。 約束されたから自分の罪を認めて悔い当ためて、主が開いた道に進むべきですよ。やらなくても救われたんじゃありませんよ。とんでもない説教したら今度はマイクを奪いますから。よく気をつけて、マイク持ったから勝手に喋っちゃいけませんよ。意味が見えますかもう一度言いますと、はい、2000年経ってわ分からない、こう簡単な話を。 イエス様は十時間でけて神、罪の背負うために死んで終わったから、全ての人々の罪が全部許されたと言っちゃう、これ困ります。アメンですか許されてませんよ。道が開いただけ。人の力で、努力で、怒られて、開けない道が開いただけですよ。救いに行ったら、行った道が。アメン あとは自分の道を悔や、認め,認めて悔やったみたい、その道に、イエス様に聞き従って従、従っていくのが救いに至る道ですよ。途中で、途中下車することもあるの途中で倒れてしまうこともあるってば。はあ、ハレルヤ。アメ。ンこれ難しいですかこれが難しいですか君味しておはよう。 イエス様を信じて奇跡を行う力まで受けている指導であっても罪から離れない部分があるとその罪によってつまずいてしまうと主が今日おっしゃってるのになんでこういうのが見えないのなんでこれがわかんないのこれが。牧師たちはなんであんた方が嘘ついてるのなんで真理を真理に背いて勝手なことを喋ってる裁きは待ってます。 そう喋ったから裁きから逃れると思っちゃいけませんよ。勝手なことを喋った1割の預言者は、大審判の前に、大審判よりも1000年前に、まず火の中に投げてしまうと。刑事録中級の20節を信じる日だけ、アーメント記者様に思いっきりおきまして命の救いは、肉体を去る瞬間に罪があっちゃなりませんよ。肉体を去る瞬間まで罪の生産が終わって、 悔いっためて罪から放って聖なる状態になったのが救われる条件です。アーメンですかヘブライ12の14節に誰でも聖なる罪から放った聖なる生活を追い求めない人は主の死を見ることもできないの。なんで門前払いされるからよ。天に入った人が死を見るでしょ。ハレルヤー。アーメンです。罪を持ったまま救われるなんてありえませんよ。 彼らはそう言うでしょう。ス様が十字架にかかった、死んだ瞬間に全ての罪は許されたから、自分たちはス様を信じる瞬間に罪がないというの。あれ本当に、本当にこれが見えない。小学生も分かる話が、なんで大人にも、ポキたちにも見えないのか。 聖書を読まないで教理を読んでいるの、うん。ハレルヤ。ビジョットによって生まれ変わらなければ神の国に入ることはできないと。なんでイエス様は信じるのにまだ聖霊まで必要なのか。イエス様は信じる信じる。信じるになったのは聖霊の照らしの中で信じるになった。しかし。 引き続き聖霊の力を求めて頼らないとゼミから離れた聖なる生活が人にはできないから主の身をここは来ても信じるとここは来ても天に行くまでの信仰生活は地力ではできないから聖霊の力を求めてゼミから離れる生まれ変わりを完成すべきだそうしないと天に入れないとこれはヨハネさんの小説でしょうもう分かりやすくありません これは深く悟ったりそう。言葉通りです。深い悟りがいるならば何人かしか作られないでしょ。簡単な話ですよ。簡単な話。主の皆を主を主と呼ぶだけではまねはない。ェミから離れないといけないのに、ェミから離れる力は人にはこの世にはないからよ。それが主の精霊にしかありませんよ。アーメンですか 一番重要なキリスト教の教えが今日のこの話です。まず、イエス様は信じる人々において一番重要な話がこれですよ。信じながらも罪から離れないともう雨で来ますかイエス様に認めてもらえないと。日々日々、主の霊によって罪から離れて自分なりに嫌いで神の病気をしたって生きる信仰に立ち返って、 聖なるものに生まれ変わる信仰の感性が生きてるままに生きてるときにちゃんとできた後に肉体を去るように常に祈るべきですよ。それが救いに至る信仰の道なんですよ。信じたい友達とは最後にアーメンとお客様のっで終わります。ハレルヤ。イエスさんかいイエスヨーイエスヨーイエスヨーハレルヤ主イエスよお願いします。